精子の卵への侵入受精は、精子が卵の中に入り込み、細胞分裂によって成長可能な状態になること。定義としては、一方が卵とみなされる場合の接合のことである。動物の場合の接合はすべてこれである。一般に受精といえば、動物のそれを指すことが多い。一般に、精子は卵の表面に誘引される。連続した液体の中に、 卵と精子が置かれた場合、精子は極めて素早く卵の表面に集まる。精子が卵の表面から侵入すると、その直後に侵入点を中心として、卵の表面から透明な膜が持ち上がってくる。この膜を受精膜という。受精膜が生じると、他の精子は卵の表面から遠ざけられる。卵に侵入する精子の数は、通常は1個だけである。 侵入した生死の核は乱獲に接近し、やがて両者が融合して受精が完了する。複数が侵入しても乱獲と融合できるのは1個だけであるから、残りの生死は行き場がなくなる。それらは卵に吸収されてしまう場合もあるが、ウニでは複数の生死が侵入すると乱核が異常になることが知られている。普通には複数の精子が侵入することはない。これは、 受精膜の働きと考えられたこともあるが、必ずしもそうでないとの説もある。受精後、そのまま卵活が始まる場合が多い。ウニなどでは、受精膜はそのまま肺を包む膜となり、そこから脱出することを不可という。受精は、遺伝学的に見れば、肺偶子からもたらされた両親の遺伝子が集められて、新たな個体の遺伝子型が作られることである。この点で見れば、 性格と乱格の融合をもって受精の瞬間と考えるのが正しい。発生学的に見ると、新固体の核が形成されるのが両核の融合であるから、それをもって受精の瞬間と見ることもできるが、精子が卵に接触した時点で卵の変化が始まるので、それをもって受精の瞬間と見ることもできる。実際、卵の表面に 科学的な刺激を与えただけで発生が始まる例もあり、その面から見入れば、受精における精子の役割は、卵の発生への引き金を引くこと、との見方も成り立つ。動物において、受精に向かう過程を、それぞれの個体の関係において、体外受精と体内受精に区別する。前者は、各個体が卵や精子を体外に放出し、そこで受精が行われること。後者は、卵が、 体内にとどまり、精子がそこに到達することで受精が行われることである。詳細は各項目を参照。人は卵子1個体に対して、精子1個体が侵入することで受精が成立するが、蝶類は1個体の卵子に複数の精子が侵入しないと受精が成立しない。ただし、蝶類のこれは肺の生育に精子に含まれる。 遺伝物質とは別な物質が大量に必要なためであり、遺伝物質そのものは生死1個体分あればいい。射精1度あたりの精液が含む、生死数は通常1億から4億ほどであるが、このうち、室内に射精された場合、子宮頸部に到達する前に約99%が死滅、子宮まで到達できるのはおよそ数千数十万、排卵期に。 卵子の目前まで到達できるのはおよそ数十、数百である。また、膣から受精の場である卵管まではおよそ数十分、数時間で到達すると考えられている。ただし、数分で到達したという例も確認されている。排卵期には、卵子は卵胞を飛び出し、卵管に入って子宮へ向かっていき、受精をすれば着床し、しなければ数時間24時間以内に退化してしまう。 一方で、精子の受精機能の保持期間は、数時間から3日、最大で7日とされており、このことから、最大の場合を考慮して、精子の受精可能期間である排卵前の7日間と、卵子の受精可能期間である排卵後の1日を、合わせて、排卵の前後8日間が1回の月経周期での、受精が可能な期間ということになる。排卵は、生理の14日前頃に起きるが、 排卵期は様々な原因で容易に変動してしまうため、妊娠可能時期を予測することは困難である。出植物は花粉がめしべの中等につくことを受精と同一視する場合があるが、これは受粉と呼ばれる。花粉から花粉管が伸び、それが胚種に届き、胚種内にある卵細胞と花粉管内の性格が融合することが受精である。花粉管が 卵細胞に正確にたどり着けるのは肺の上にある女細胞が導いているからである。トレニアという植物を使いこのことを発見した名古屋大学の東山教授らの論文は2001年のサイエンスに掲載され写真が表紙を飾った。その後も東山教授らは研究を続け女細胞が出すシステンに富む2種類の低分子量タンパク質によって 花粉管が誘引されているということを突き止めた。東山教授らはこれらのタンパク質をルアー1、ルアー2と名付け、この研究結果の写真は2009年のネイチャーの表紙に載ったのである。また、皮脂植物は重複受精と呼ばれる独特な受精形式を行う。人のソーセージは一つの卵に精子が二つ入ったため、との続説があるが誤りである。詳しくは、 ソーセージの項を参照。サイエンスゼロ2015年2月8日。放送文。鈴木隆人監修。数件出版編集部編。3定番フォトサイエンス生物図録数件。出版。2016年129ページ。ありがとうございます。